前回のあらすじ。エドガーからの手紙を読むブライアン。そこには、身に迫った危険を感じ、ブライアンへ悪魔の福音を託したエドガーの心情が書かれていた。翻訳書に目を通すと、グノーシス教の宗主が身につけるというキラーボートという石。それは、まさにデボラが身につけていた石と同じではと思わせた。エドガーの思いを胸に再びペルーへ。再びデュマと話し、デュマが悪魔の福音を描いたデバイエ・ハウエルと仲間で、グノーシス教と戦っていることを知る。そして、聖地に入るための鍵となるペンダントを残し消えていくのだった。その後、ホテルでエイミと合流したブライアンは、エイミと情報交換をする。シュミットの息子ハインツが、エイミの恋人であったこと。ハインツが、シュミットの金庫から2つある石のうち1つを取って、エイミにプレゼントしたことを知る。エイミも、デュマからもらったペンダントと同じものを身につけていたことを知るが、エイミはいつの間にかつけていたという。とりあえず、デュマの家とガスト場だっけ？そういえばシュミットのところから持ってきたという鍵を見せてくれよ。あ、そうだったわね。そういえば忘れてた。不思議な形をしているな。でしょ？何に使うものなのか全くわからないのよ。どこかの扉に使うんだろうけど。まずは、ガストバの店にやってきたけど。ね、ガストバの店って、どこにあるの？そこだよ。閉まっているみたいだわ。どうする？ブライアン。せっかく来たんだ。ちょっと話を聞いてみようじゃないか。そうね。すみません。このガストバの店なんですが、今日は休みの日なんですか？さあ、よくわからないわ。今まではいつも開いていたのに。単なる定休日だったら問題ないんだが、この事件に関わった者たちがほとんど死んでしまっているだけに不安があるが。今度は、デュマのところに来たよ。デュマさんはどこにいるのかしら？おかしいな。いつもはここで面会するんだが。出直してきましょう。デュマもいない。いずれにしても本人がいないんじゃ。どうしようもないよ。そうね。引き合いましょう。急にいなくなっちゃったような。もう一度、ガストバの店に来てみたよ。どうする？あそこに子供がいるけど、聞くだけ無駄かしら。いや、ダメでもともと、とりあえず話しかけてみよう。ねえ僕、このガストバの店なんだけど。へへ、僕見ちゃったんだよね。君、何を見たんだい？昨日、お坊さんみたいな人が 2.3 人で来て、ガストバのおじさんを連れて行ったんだ。君、そのお坊さんのこと、詳しく教えてくれないか？よくわからないけど、嫌がるおじさんを無理やり引っ張ってってさ、それっきりだよ。これ、間違いなくヌノーシス教だよね。他に何か気がついたことはあるかい？お坊さんたちが、光の鍵がどうのこうの、って、言ってた、おじさんは知らない、知らないって。これ、もしかして、シュミットの金庫に入っていた鍵のこと？もう何も知らないよ、僕。ありがとう、ゴーヤ。ガストバがグノーシス教に捕まっちゃった。もしかしてデュマも？残るリマ大学の教授に話を聞きに来たよ。モリアム教授、いるといいんだが。どんな人？正義感の強いタイプかな。あ、これはまずいのでは。この間はどうも。あー、君が良いところへ来てくれた。どうかしたんですか？いや、ところで隣にいる女性は？はじめまして、私エリス・ミラと言います。僕の同僚で、今回の奇病調査を一緒に担当しています。この前の約束通り悪魔の福音を持ってきました。例の文献を見せていただけますね。それが、大変なことになってしまったんだ。すごい焦ってるみたいだけど。大変なこと？何があったんですか？文献が盗まれてしまったんだ。え、何ですって。これグノーシス教じゃないの？文献が盗まれた、誰がそんなことをしたのか心当たりはないんですか？ないこともない。おそらくグノーシス教の僧たちの仕業だろう。書き置きがあったよ。グノーシス教？モリアム教授も、グノーシス教をご存知なのですか？何？そういうところを見ると、君もいろいろ詳しく知っていそうだな。ブライアン君、君の知りたいことには何でも答えよう。その代わり、私をグノーシス教徒の手から守ってくれないだろうか。どういうことですか？セインとストーンを盗んだ時から、いつかこんな日が来るんではないかと、ずっと恐れていたんだ。盗んだこと自白したね。さっきの装服もあるし狙われてるのは間違いなさそう。なぜ青い石を盗むようになってしまったのですか？私がバカだったんだ。シュミットとガルムを信用したばっかりに。ピラミッド遺伝の調査中、その地下深くに変わった形の空洞を発見した。私の手元にあった資料などから古代の謎、そしてセインとストーン伝説などに行き着き、考古学上の大発見かと思い、無頂点になり、あの二人に何もかも話してしまったんだ。何もかも？サンクチュアリに点在する石がこの時期、一箇所に集まる。
そして、その石こそ手にする者に幸福と希望を与える唯一のもの、しかしセバが封印された今、呪いがかかるであろう、ということを奴らに教えた。彼らは嫌がる私を洞窟仲間に引き入れたんだ。無理やりやらされる弱みとかあったのかな？石板には三つのセインとストームを持っていた。そのうちの一つをガルンが、そして私が取るのを拒否したため、残りの二つをシュミットが盗み取った。見つけたのは三つだったのか。必ず呪いが降りかかるから取るのはやめろと言ったのだが、あの二人は聞き入れなかった。そして、あの奇病、というわけですね。グノーシス教は邪神セバを復活させるために必要なセインとストーンを集め、石板に埋め込んだ。その状態で複雑な呪文を唱え、セバの生命エネルギーを活性化させていくのだそうだ。その時、蓄えられたエネルギーが石の内部に凝縮されたはず。奇病の原因は、そのエネルギーですか？詳しいことはわからんが、そういう仕組みだと思う。その書き置きというのを見せてください。これだよ。これは警告だ、と書いてありますね。ああ、文献が置いてあったところに残されていたものだ。ローマ字に書いてあるんだけど、文献が盗まれた、という割に室内はきちんとしている。盗んだ奴は、文献がどこにしまわれていたのか、知っていたのかな？文献に書かれてあった内容は覚えてますか？ある程度はね、しかし大部分は日本訳のままだし、今となってはどうしようもない。残念だが。文献の方から情報は難しくなったかな。実はこの鍵、シュミット氏の自宅金庫の中で発見されたものなんですが、心当たりはありますか？この鍵は確か。見覚えがあるんですね。ああ、これはセインとストーンを洞窟した時に拾ったものだ。セインとストーンがはめ込まれていた石板の脇に落ちていた。この鍵について何か知っていることがあったら。A の文献に似たようなイラストが描かれていたような気がしたんだがね。今となっては。では悪魔の福音を見せてもらうとしよう。あっ、キャ。うわ。キッキ様は誰だ？ふっふっふ。モリアムよ。そなたは我々のことを知りすぎているようだ。ふっふっふ。キッキ様、なんということを。ブライアン・パール、そなたもここで手を引くがよい。エリス・ミラーは我々にとって不可欠。もうそなたの手の内には戻らぬと思え。待て。はっはっは。連れて行かれちゃった。モリアムは殺され、エリスまでさらわれてしまった。事態は最悪だ。何のためにエリスさらったんだろう。モリアムの死、エリスの誘拐、ガストバは行方不明、そして僕自身の宿命。考えれば考えるほど、どう行動したらいいか、わからなくなってしまう。机の上に置いてあるのは、今日付の新聞だ。ペルーでは、どのような事件が起きているのだろう。なんだって、ガストバの死体が発見された？リマ公園で小便小僧に縛り付けられた男の死体を発見。調べによると、リマ市内で古美術商を営むガストバ氏と判明。鋭利な刃物で心臓を一突き、今のところ犯人は分かっておらず。なんてことだ。ガストバまで殺されてしまうとは。これ、手口が、エドガーの元奥さんと同じだよね。電話？はい。ロンドンから国際電話？ロンドンポストの、はい。繋いでください。ハロー。あっ、ガイスか？一体どうしたんだい？なんだって、何者かに。青い石を盗まれた？話をよく聞けよ、ブライアン。青い石どころか金庫ごと盗まれたんだよ。金庫にはエリスが持ってきた青い石も入れてあったんだよ。壁えぐり取ってる。どうやって？それを金庫ごとかじり取ったって感じだぜ。いくら俺が大食いでもこいつには負けるよ。ああ、わかった。とにかくことをあまり荒立てないように、用が済んだら戻るから。参ったね。エリスのこともあるし、なんとか無事に奪い返さないと。大丈夫だよ。じゃあな。いくらなんでもエリスがさらわれたなんて、ガイスには話せないよな。ふう、それにしても石が盗まれたとは、犯人はグノーシス教徒の仕業に違いない。今、僕の疑問点を解決してくれそうな人物はデュマだけだ。今度はいるかな？今までどこに行っていたのです。あなたは自分のことを道しるべという。しかし、より以上の指示を決して、僕に与えようとはしない。なぜなんですか？もはや感づいておろう。ブライアン・パールよ。今さら、この私に何の疑問を問うのか。エリスが邪教僧にさらわれてしまって、男として、誠に不甲斐ないと思います。助けに行くつもりですが、どこにいるかわからないのです。エリスが囚われの身になるのも、またどうすることもできぬ。定めよのう。エリスはピラミッド跡地。今ではダムの水底の奥、悪魔の礼拝堂の中央にそびえ立つ魔神像にはめ込まれている。そこが、グノーシス教の拠点になってるのかな？セイントストーンと呼ばれる青い石について、まだわからないことがあります。石の中央部に不思議な模様があって、それが見えるのは僕とエリスだけなのです。それはそうじゃ。あの模様は人間には見えぬのじゃ。なんとなくそうかなと思ったけど。でもエリスも？僕は、石が発する呪い、関わった者たちに及ぶ悲劇、セイントストーンの正体とは何なのですか？
セイントストーンはその名の通り聖なる石。持つ者に幸福と栄光を与えるという石。しかしセバを封印した後、セイントストーンは幸福と災いを同時にもたらすものになってしまった。サンクチュアリの奥深くで眠り続けていればこの世の平安も乱されるはずはなかったろう。許されざるはグノーシス。石を見つけ、セバ復活の準備を整えていった。このあたりは、教授の言ってたことと同じかな？あなたからいただいたペンダントなんですが、同じものをエリスも身につけていたのです。あのペンダントはこの世に二つしかない対のもの。互いが双方の鍵の役目をしていて、二つ揃わなければ、中を見ることはできぬ。すぐにでもエリスを助け出し、聖域の手がかりをつかむがよい。がしかし。しかし？しかし、何ですか？間に合うと思うが、最悪の場合。セバ復活の条件とは、セバの能力を封じ込めたセイントストーンを四つとも揃え、石板の決められた位置にはめ込む。そして朝でも夜でもない時の狭間に復活の祈りを捧げる。その祈りが捧げられることにより、石の内部から蘇ろうとする。セバのエネルギーがその瞬間、石を持っている者に災いをもたらしてしまうのじゃ。その朝でも夜でもない時間というのは、悪魔の礼拝堂がある今の現地時間で5時頃じゃな。セバ復活の日は近いのでしょう？悪魔の福音に予言されていた日というのは。確実な日というのはわからんのじゃ。だが、一両日中であることに間違いはないのだが。そんなに迫ってたんだ。セバの能力は4つのセイントストーンに封印したとおっしゃいましたが、モリアムは石板に埋め込まれた3つの石と言っていました。セイントストーンは全部で4つある。そして同じように見えても、一つ一つ能力も大きさも異なるのじゃ。それぞれに、何かの能力があったんだ。シュビットが即死したのは強大な能力の石だったから。そしてエイミが3日後に死んだのは石の力が弱かったからなんじゃ。ひょっとすると石の奥に見えるのは模様ではなくて、セバのエネルギー？その通りじゃ。そうだ、あの鍵は？この鍵なんですが、何の鍵かわかりますか？おう、これは、光の鍵。光の鍵？光の鍵とは？いずれ必要になるもの、大切に持っているがよい。ブライアン・パールよ。そなたはもうほとんどの記憶が蘇っているはず。そして、自分が何者かも認識しているはず。じゃな。そしそうかな。長い日々じゃった。これからそなたに会ってもらわねばならぬことがある。何を？これを受け取るがよい。この、サイファの角を魔人像のプレッチェンポイントに打ち込むのじゃ。プレッチェンポイント、どんなに硬いものでも、そこに打ち込めば粉々に砕け散るというポイントのことですね。そんな場所が？でも、魔人像のプレッチェンポイントはどこにあるんですか？私にはわからぬ。魔人像のプレッチェンポイントを見出せる者は自分の正体を認識することができるようになったそなただけじゃ。さあ行くがよい。今なら邪教僧はいないはず。そなたの行く手を阻む者はいない。さあ、ブライアン・パールよ。なんでいないんだろう？もう我々はここで会うことはないだろう。だが、いずれ我々は巡り合うことになるはず。ピラミッド跡地に向かうんだね。この地下に、悪魔の礼拝堂が、ダムの手前から地下に入れるのかな？エリスは無事だろうか？デュマの言った通り、僧たちは一人もいない。しかし、ここはグノーシス教徒たちがセバ復活の祈りを捧げている礼拝堂のはずだ。なのに、なぜ、今は一人もいないのだろう。この音は、どこから、苦しい。ブライアン。エリス、今、助けに、ブライアン、どうしたの？うわぁ。ふっふっふ、どうだ苦しいか、ブライアン・パール。いや、ユーサーよ。セバ、貴様。この響きは我々邪神の生命の証、お前たち精神が最も嫌う音なのだ。ブライアン、どうしたの？一体誰と話してるの？エリスには聞こえてない？セバ復活の時は近い。何としても食い止めねば。お父さん。我が息子ミグレーハウエル、いやユーサーよ。お前はユーサーとして定められた運命を全うしなければならない。それがどういうことを意味するのか分かっているな。僕はフェリアを何としても守り抜いてみせます。デバイン・ハウエル様、申し訳ございません。どうしたゴルデ？フェリア様がグノーシスらに。なんだって？フェリアが、どうして僕が戻るまでのわずかな時間を守り抜くことができなかったのだ。フェリア様が悪魔の礼拝堂に捧げられてしまった今。そう、残る手段は一つ。分かってはいるが、しかし。ユーサーよ、早く、サイファの角を持ち礼拝堂へ。
フェリア、愛してるよ、永遠に。エリス、僕は。思い出したのかな？すべてを思い出したようだな。しかしユーサーよ、一切の記憶を取り戻した今のお前にプレッツェンポイントをつくだけの強さがあるのかな。何を？ブライアン、一体どうしたの？早く助けに来て、私が渡せなくなりそうよ。エリス、しっかりしろ。ふくふ。何か躊躇する理由があるのかな。覚悟しろ。貴様を再び地獄の底へ葬ってやる。早く逃げないと、瓦礫の下敷きになってしまうぞ。ああ、せっかく作ったダムが。君をこんな目に遭わせて、申し訳ないと思っている。そんな、だってブライアンの責任じゃないもの。でも、なぜ私なんかを誘拐してあんなところに縛りつけるのかしら？エリス、君は何もまだ。いや、何でもない。エリス、愛してる。これから先はずっと僕が君を守る。ずっと。ブライアンたら、どうしたの？いきなり、照れるわ。ところで、さっき私の中から何かが抜けてたような気がしたのよ。気のせいかしら。ね、ブライアン。エンディングかな？そうですね。この後も注目ですよ。終わりましたね。いろいろ気になる終わり方したけど、続きは出なかったんだよね。そうなんです。以前、パソコン雑誌の回でも触れましたが、続編として予定されていたホーリーナイトは結局発売されませんでした。いくつかのスクリーンショットが雑誌に載っていますので、気になる方はそちらをご覧くださいね。残念だね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。